すごい、もう撮ってんの何が何飲む？え、何があるの？ん酒じゃないの？あ、酒でもいいから違う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 、あ、いや、だってさ、違う違う、え、ヒロミじゃないの？ヒロミ、え、いや、全然いいよ、全然、俺はそりゃ午前中から飲めるし、そういう人だよ酒でいいんだね、え、ビールいくよかったよね、はい、飲んでもいい、ハイボールでもいい、ハイボール、コークハイもできるよ、あ、コークハイがいい、いやもうすごい、何がすごいね何がよ居酒屋みたいなマルゲリータ、マルゲリータオープン、あ、そっちはね、あ、わかる、分かってるね、ベーコンと、うん、なんかチーズのやつ、めっちゃ分かってるやん、いや、難しいよ、あのマジで。だってさ、好きなものよりも嫌いなものの方が多いでしょ。マルゲリータ。はい、食べてみる。マジでいいね。え、だから自分食べるの？パスタ。パスタ、いや、あの、俺は、とりあえず、大丈夫。ポテテパッチン。一緒に、はいはい、いただきます。いただきます。はい。いただきます。はい。食べて。うん。え、しょっぱいよね。うん、大丈夫大丈夫。ほんと？うん。ペペロンチーノ入ってんの？もちろんだって。てかさ、ペペロンチーノって一番難しいのよ、パスタの中で。なんで？だって、クリームパスタとかだったらさ、生クリームとか入れときゃどうにかなるのよ。でもさ、オイルパスタって一番腕試されるポイント。ちょっと難しいのをやらせやがってって思って。いいんだけどね。あんまりクリームのやつ好きじゃない。ああ。乾杯。あ、おいしい。甘。食べるね。適当に食べてね。うん。そう、量が来るの知ってて、それでなんか高弘と仲良くしてねっていうことでした。うんうん、あ、なんか熊本のストーリー上がったね、見たよ。え？見てない。え？見てない。仕事ないまでも見たわ。あ、そうなの。うん、そう。今帰ってるから。タカヒロと仲良くしてねだって。ん？なんか、うんうんうん、ちょっとってやめて。仲良くしてねって、仲いいよね。ちょっと、こないだ気まずかったよね。ちょっと。あれはね、あれよ。もう、しょうがない、あれは。まあ、りょうと俺と、タカヒロと、タカヒロの彼と4人で飲み行って、うん、ちょっと多分、30分ぐらい無言だったよね。確かに喋ってなかったよね。いや、なんか、っていうのは、ちょっとその前に、ちょっと LINE でやりとりしてて、うんうん、で、まあ、なんか、ちょっと違うな、みたいな、今日。なんか、違うよ。じゃあ、なんか合わないな、みたいな。うんうんうん、そうそう。で、なんか、それで文をやり合ったところで、解決しないし、これは多分、合わないと多分、分からない、分かり合えないことだなって思ったから、合うじゃん。うん。で、途中からさ、なんか、LINE 止まって、うん、彼らが LINE で場所決め、あ、そう。いや、ちょっといいやって思って。そう。で、会いました。うん、で、なんか、そこでさ、うん、なんか何を話していいか分かんなくって、なんか、ちょっと心配になったの。なんか、こんなに通じなかったから、もしかして、なんか疲れてんのかなとかさ、仕事しんどいのかなとか、いろいろ思ったの。しんどくないしんどくない。普通に何事もなかったように喋ることなんか、そりゃできるけど、うんうんうん、でも、そうするとさ、なんか、お互いにさ、溝ができたら嫌じゃん。確かに。なかったことにしてさ、なんかさ、え、あれなんだろうみたいなことになるじゃん、どっちかの。ね、あ、割とね、確かにね。どっちかの。自分は多分ならない。ならない？ならん。あ、なんだろうね。そう、多分もう、なら。だし、かといって、うんうん、なんか、責めることのほどのことでもないじゃん。なんか、あれなんだったのよ、とか言う、あれでもないじゃん。うんうんうん、だから、何を話していいかわかんなくって。で、だからなんかお互いに、なんか30分。でも、お互い喋らんかったけど、めっちゃ見てくると思って。そりゃ見るだろ。そりゃ見んだろ。だって心配だし。めっちゃ見てくんやけど、と思って。平常運転、平常運転。あ、まあまあね、まあ。自分はね。じゃあなんで話しかけてくれないまあ、いいんだけど、それはいいんだけど。で、まあ、それで、まあ、いろいろ、飲んで、うんうん、まあまあ、どうでもよくなってんだけど、最終的には。で、うんうん、うちに来て、来たね、ああ、確かに。そこに座って、最後どういう風にしてたか覚えてる？え、めっちゃお腹握ったの。お腹握ったの、つまんだ。違うよ、こうしてさ、二の腕つまんだか。二の腕。二の腕つまんだ。こう。
あ、そうそう、なんかこういう風に体勢でそのソファーでなってて、なんかそれを俺らの彼らは見守ってるっていう、なんかなんかよくわかんない、なんか恋人みたいなさ、どうしたんだよね俺らが恋人なんじゃねみたいな組み合わせがってこと。そう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 にしてはめっちゃイチャイチすぎめっちゃ嫌なカップルなんだよ。ずっと話進めてるけどこの人誰みたいになってんのよ多分。でもなんかいいんじゃない、いいんじゃない、いいの、謎の人で。謎の人やだ、謎の人やだいいんじゃない。あ、3年前の、彼氏募集しますって受かりました。気持ち悪い。やめた、彼氏募集しますっていう。それは違う。動画で応募しました。てか、なんで何でも覚えてんの？え？見てるからよ。友達とか、でさ、なんか見てくれてる人とかはいるの、実際。うんうん、でも、全部は見てないよっていう人がほとんどなのよ。でも、それは普通にそうだと思ってて。あ、興味のあるものってこと？あ、そうそう、だから、うん、でも、なんか何でも知ってるよね。俺のラン動画。あなたもそうだし、あなたの彼氏の方が何でも知ってる。うん。それはそう。なんでそんなの覚えてるのみたいな。夜ご飯になったら垂れ流し。っていう人です。ね。あの3年前の動画の応募した人です。ね。ね。ね。違う。やめて。やめても。嘘だからね。嘘じゃないよ。嘘だろ。それは嘘だろ。なんでよ。3年前に。いや、マジこれ言ってみよう。嘘じゃないよ。マジ嘘じゃなくなって。嘘だ。本当に違うからね。それはもう皆さんにご想像にお任せします。想像させんな。何や、何も何も。面白いなと思って。面白いなと思って。何待って、照れないでって、俺まで照れるんだけど、この、マジで。あれ、福岡いつ帰ってたんだっけ？ゴールデンウィーク。帰りたくなった、福岡。福岡？うん、帰りたい。言うよね。うん、帰りたい。タイミングあったら帰りたい。あ、そこに住みたいわけじゃなくて。うん、タイミングあったらでいいかな。へぇ。やっぱ、だいぶ気持ち変わった。変わってるね。なんで？なんで？東京の便利さ知ってしまった感じで。あ、わかるわかるわかる。そうなのよね。そう。東京の便利さ知ったし、なんかこう、イベントとかね、東京すぐ行けるし。うんうん。わかる。やっぱ便利だよね。旅行とかで帰ってきた時に、あ、東京落ち着くってない？まだないか。あ、でも東京落ち着く？逆。何が？え？何が？旅行帰ってきた時でしょ？うん。福岡落ち着くは、福岡落ち着く、東京来たら、まあやるか、みたいな。ああ、まだそっちなのね。うん。これなんかさ、九州の人に縁がすごくあって、彼もさ、熊本だしさ、で、あなたも、あなたもね。で、まさぱんとかも福岡でしょ。なんか、で、まあ今だから言えるんだけど、前付き合ってた人も熊本出身なの。すごっ！何？うん。熊本かな？別に、熊本キラーでも何でもない。今だから言えるけどね。ね、それ、りょうさん知ってるの？知らない。ああ知らない。いいんだよ、別に。ええー、熊本なんだ。そう、だからなんか、なんか縁があるみたい。九州の顔が好きなんじゃない？翔太くんの好みが九州の顔。どうなんだろうね。なんかみんな気強くない？九州？うん。そうかな？なんか鹿児島とか行けばさ、落ち着いてるというか、のんき。うんうんうん。でもなんか、上の方はもう、みんな尖ってる。なんかね、そうかな。なんかね、あれだと思うよ。おせっかい焼きたい。うん、わかるわかる。おもてなしめっちゃしたいみたいな。りょうさんとかそんな感じじゃない？おせっかいなのかな。おせっかいっていうか、こう、もてなしたいみたいな。あー。っていうのはなんか、同じだなってめっちゃ思う。あー。そうね、でも前々回とか、うんうん、家まで送ってくれてるもんね。送ったよ。ごめんね。なんか、一回、そう、俺が酔いつぶれすぎて、送ってもらったんだけど、全然嬉しいの。それはそれでありがたいし、うんうん、そのことについてありがとうと思うけど、うん、全然、気にしないでいいからね。もう、俺もう酔っ払ってテクテク書いてることなんて日常茶飯事だし。家まで送んないと心配になるでしょ。いいの、なんか。いや、なんかちょっと恥ずかしいとこ見られたなっていう感じ、僕としては。いや、全然いいね。全然嬉しかった。別に潰れてないか、大丈夫
裸見られるぐらい恥ずかしい。嘘でしょ。いいんだよ、全然いいんだけど。まあ、だから、酔える相手だからいいんだよね。ああ、殺し合ってくれてるってことね。あ、全然全然、そりゃそりゃ。だからもう、やめて。だから、いちいち照れないんだよ、マジで。うん。うまっ。見て、リップが。ね、好きよね。はい、でしょ。一話も見たことないけど。え？え？嘘？そう、なんかこの絵が好きなだけ。え、初期とかは？あ、初期は見たよ。見たよね。それで、ね、ちょうどさ、世代じゃない？うん。プリキュア。うん。そう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 。え、ブラックとホワイトどっち派？どっち派でもねえよ。え、見てたでしょ？え、見てたけど、別にそこまで派閥考えてない、こっちは。どっち派？いや、なんも思ってないよ。え、嘘でしょ？ホワイト。だろうね。なんかっぽいわ。でもブラック。あー、ラグビーじゃないや。なんかラクロス。何ラクロスね、そうそうそう。なぎさでしょ、なぎさ。あー、そうそうそう。なんとなく覚えてるよ。なんとなく覚えてるけど、うん、しっかり見てないし。お酒、作ってみた。作ってみて、作っていいよ。作ってみた。うん、上手。え？押すのよ。あ。え？やりすぎたくない今の。今のやりすぎたよ。やりすぎてない。やりすぎてない。なんでそう。潰す気？そうじゃなくて、なんで握力2ぐらいになるわけ普通に。ああ。入れて、入れて。あ、オッケーオッケーオッケー。それで。あ、オッケー。はい。すごい。え、ないの？ない。でも缶。缶？うん、缶。え、瓶でもなくて缶？ハイボール缶。3年前にね、応募したからね。隠れ彼氏。いや、受け付けてねえよ。あ受け付けてないじゃん。今さら3年越しの発表。3年越しの発表。てか、このネタ知ってる人も少ないと思うよ。嘘じゃん、知ってるでしょ、みんな。知ってるよ。ねえ。え、スイッチあるんだっけ？スイッチ？うん、ある。貸すよ。マリオパーティー持ってる。ちょっと待って、マリオパーティー、あれ？マリオパーティー持ってる。え？マリオパーティーしたいっていう、うちのやつをしたいって言わなかった？あ、4人でやりたいってことよ。ああ、ああ。え？いや、こっちが絵なんですけど。普通そうでしょ。めっちゃ恥ずかしい。4人でやりたいでしょ。あ、そういうことね。そう、4人で通信でやりたいってこと。なんだよ、めっちゃ恥ずかしいことしてんじゃん、今。おい。いや、マリオパーティーないと思ったの。あるよ。あるんだね。絶対デイジー。あー、ちょっと悪めな姫だよね。あ、そうなんだ。え、オレンジってだけで、レイジ。オレンジだ、あ、オレンジか。うん。まあ、確かに性格悪そう、ちょっとね。ぴったり。そうそうそう。ぴったり。ああ。ぴったり。うん、確かに。え、あのね。何？ピノキオ。ピノキオ。確かにね。わかる。ピノキオっぽい。うん。なんとなくわかる。パーマしてんだ。あ、そう。ね、あのさ。この前も分からんかったけど、今日めっちゃ分かる。あ、ほんと？うん。なんか、美容院予約したいと思ってんの、いつものところに。うん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 。で、いつもホットペッパービューティーでやってんだけどさ。うんうんうん。なんか美容師さんがさ、ずっとバツなの。え？なんか病気？かな？ずっとバツとかって言えない？だから予約取れなくて。ずっとバツってなの？そう。だから、やめたかじゃない？やめたか。え、それやめてたら、だって。まあ、消すよね。消すでしょ。え、だから、ブロック。どうしようと思って、だから、切れない髪。なんで？え、別に別の人でよくない？結構いける人だっけ、そういうの。うん、別のところで変えられる人。うん。この前、この髪型、学生時代の友達にやってもらった。偶然再会して、美容室で。え？え、東京で？うん、そう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 。この前、髪、美容室行ったら、え？学生時代の、同じクラスの友達が出てきて、あーえーってなって、ね、切ってもらった。え、てか、結構変える人？美容院。え、うん、変える。行きたい日に行きたいってな。まあまあ、行きたい日に行きたいじゃん。行け、で、それで取れんかったらイラッとするか。だって、合う合わないあるじゃない。合う合わない？うん。合ってない、あ、わかった。今までの人が全部合ってないんだ。って感じ。なんか、いやでもなんかね。何？やっぱりなんかさ、こう、想像通りに言ったか、まあ、難しいよね、きっとね。言った通りにしてもらうって難しいけどさ。うんうん。なんか違うなって思ったら、次はねえなって思うって言った。へぇー。だから、定まってない。
あ、ほんと。そうそう。え、画像とか見せない？画像？あー、あんまり見せんかも。それ、たぶん、たかひろも悪いとこあると思うよ。でもね、まあ、ね、いつもなんて言う？なあ、見せる。こうしてくださいみたいな。うんうんうん。で、お任せで。超迷惑。そりゃ無理。予約取れんと思ったら、すぐ帰る。そうなんだから俺、その人多分、寮に出会う前から切ってもらってんの。めっちゃすごくない？ね、で、てかなんなら、その人、まあ、今中野の病院なんだけど、うんうんうん、高田馬場、言ってたよね、まだね。そう、別の場所に行って一緒に移動してきたし、あの、俺もその人を追っかけて。うん。すごい純粋。適当だな。純粋。本当に？うん。なんかすごいよね。だって、もちまると、あなたのワンちゃんも、多分、同い年じゃないか。なんでいいけど、多分ね、今月3歳になった。あ、そうか、オッケーオッケー。あの、早生まれの3歳だもん、この子。え、いつ？ 3 月生まれ。じゃあ、なんかまあ別に学年という概念ないけど、学年だったら。人間の学年だったら同い年。同じ。すごい、みんな同い年やん。そう。俺らもそうです。まあ、俺らもそう言ったら学年ちょっと一個違うけど。ああ、確かに。年は一緒だ。年は一緒だけど。そっちが上だけど。で、彼らも。同い年でしょ？同い年でしょ。すごいね。ね。すごい。なんか、ありがとう。すごい。恥ずかしくなる。なんで？七五三やりたいなって思ってて。七五三？持ち丸の。何それ。え、神社行くってこと？そう。すごい。え、やんない？の？やらない？え、わかんない。やるな。え、でも好きよ。絶対。あんたの彼氏とか。ほんとかな？え、絶対。なんかそれなら、それならさ、もちまるちゃんがさ、あの、ああいう、あれ着物着てさ、あ、そうね。守がさ、あれ着てさ、うん、並んで写真撮らせたいんだよ。そう。11月がた、多分、七五三のあれなんだって。そうなんだ。やろうかなと思って。七五三え、誘ってる。今誘ってる。今誘ってるけど、ね、今、多分、あんたの彼氏とか絶対好きじゃん。好きと思う、多分。絶対好きだよ。好きと思う。うん。もう待って、子供って言っとうか。ああ、可愛いもんね、あの子もね。気まずそう。今のすごい気まずそう、今の。今のすごい気まずそうやった、今の。ああ、面白い。めっちゃ気まずそうな顔したよ、今。え、で、あの、あれは ?3 年越しのやつは ?3 年越しを。彼氏募集します、ね。もういいよ、もうどうでもそんな。続きは？続きとかねえよ。え？何がよ。募集してどうするってよ。今なんだ募集してどうする？忘れてたし、その話。嘘でしょ？忘れてないよ。だって今でも定期的に見るもん。やめてよ、もう。消そうかな。ダメだよ。マジで。今でも結構定期的に見る。限定公開にして、あんたに、あんただけを見てんの、多分それ。うんうん。違う。次は、切るんでしょ、うん、あれ。何を。次は、切るのよ。ああ、もう、やめて。いや、もういいよ、じゃあ。だって、この動画で、うんうん。いや、高評価がたくさんつくならば。押してくれるよね、マジで。だからちょっと、押すよね。ちょっと試してる感じになるから、ちょっと嫌なんだけど。押すよね、熱。押すよ。だって、みんな翔太くんの見たくない？あんな姿や、こんな姿。どんな姿よ。あんな姿。な、メイド服だって、また着てほしいんだって。メイド服着てほしい。もううるさい、もうそういうのやめろ。なんで？幼稚園児の服でもいいよ。うわ。なんで？消すよ。やだ、せっかくケーキ、映してケーキ。あ、わかった、もううるさいな。かわいいケーキ買ってきたら。嬉しい。なんだっけ、こういう。タルト。あ、タルト。え、嬉しい、ありがとう。あのさ、沖縄二人ともさ、なんかこういう性格やからさ、たくさん種類あったけど、もう同じの。遠慮しちゃうやろ、多分。お互い気使うから、もう同じのしか食べれません。そう。あ、わかる。そう。ね、あの、もう同じの。そう、わかる。そう。いろんなのに気使うよね。そう、なんかね、いいよって、だってね、どっちか決めてってなるでしょ。うん、それならもう、二人とも同じの。写真撮ろう。どうぞ。え、俺らを？うん、そう。いらないよ。あれ、加工アプリ使う？加工アプリ使う？待って、加工アプリ使って。加工する必要ないじゃん。ないくないよ。よかった、元気そうで。元気よ、元気。あ、お皿移す。お皿、やらいいよ。やんない？いや、気持ち悪い。すごいね。
急に顔色悪くなってるけど。気持ち悪い。なんかちょっとね、プリクラとかもそうだけどさ、いいよ、かわいいよ。なんかいらないんだって、かわいさとかいらないんだよ、こっちの。なんでかわいいじゃん。かわいい、かわいい。顔が嫌だ、顔が。どっちのことだよ。自分のことだよね。自分のことだよね。俺のこと言ってる。なんか軽くディスられてると思う。もちろん。あ、なんかこれちょっと。いや、もう好きにして。好きにして。ノーマルカメラが一番いいって、うん。好きにして、じゃあ。ノーマルカメラ。うん、リンゴリンゴみたいな。ちょっとリンゴっぽくないようなリンゴみたいな。桃じゃね桃じゃ、桃は隣のやつとか違う。あん？ちょっと、でも桃食べていい。いや、食べていい。でもリンゴやったと思うよ。え、桃だろ。え桃ピンク買ったもんだって、桃のやつ。うん、え、そこ残すタイプ。いや、桃じゃん。今これを食ってるから、そんな、あなたみたいな食べ方しないよ。優雅。桃じゃないと。リンゴじゃないやっぱり、リンゴ。あ、やばい、見て。あ、痛かったね、今の。大丈夫今の絶対痛かったよね。骨折れたんじゃない折れてないよ。大丈夫。なにこれ。何え食べれなくはないよね。うん。え嫌い？うんうん大丈夫。なんか難しいのよねあなた。だって珍しいの買いたいじゃんだって。なんか珍しくはない。王道なのと珍しいの。これ珍しいと思う。そうそうそう。色合いが。あまあまあねまあね。でもなんかさ、好き嫌い多いけどさ、翔太が作れば、それは食べれるみたいなやつ一つは欲しいなって思う。なんかまあ、量も、あ、でもね、そうだけど。もう好き嫌いめっちゃあるけど、ちょっとずつはチャレンジしてて、食べれるようになったのは、ホタテ？ホタテ。シジミ？ああ。エビ、チョビって。ああ。俺のやつだけは食えるみたいな、そういうの欲しい。ああ。あんたにとって、なんか特別じゃん。おー。ね、嫌いな食べ物で、うん、あるかな嫌いな食べ物。魚介類でしょ鶏肉。何肉だな。あんまり好きじゃない。あ、危な。豚、牛、鶏。ん順番で。あー、食べれる。え、で食べれなくはないでしょうん。じゃあもう、翔太くんが作るのなんか食べれるってやつでしょうん、作っていうの一つぐらいあったらちょっと嬉しいよ、俺。え、でもさ、唐揚げはあ、好き。あね、かわいい。もういいですか？やだ。もういい。面白いやんだって。何が、ね、別に喋れるし、これなくたって。やだ、面白いやもん。食べてるし、うまいし、ありがとう。サムネイルは？サムネイル。かわいいのにしてね、漏れてないの嫌なんだけど、一番。サムネイル、いつも僕らは、漏れてない。動画内で探すんで大丈夫。漏れてないの一番嫌なんだけど。わかった、絶対悪意のあるサムネイル。わかった、確認するから。